どうも、錬金術チャンネルのアルキミスタです。ポイ活で年間10万ポイントも獲得できてしまう裏技について徹底解説やっていきたいと思います。この方法、何を隠そう、私が毎月やっているルーティーンとなっておりますので、再現性かなり高いです。しかも買い物をしてポイントキャッシュバックというものではございませんので、現金ほとんど使わないで OK ですし、しかも毎月必ず来るキャンペーンでございますので、不定期に来るようなキャッシュバックキャンペーンとは異なり、ある程度準備もできてしまうという素晴らしさ。ではそんな夢のようなポイ活、どういう風にすれば実現できるのかというと、早速ご紹介します。それがこちら、ドゥドゥンと、なんと月9552ポイント稼げてしまいます。なので1年間で114624ポイント稼ぐことができます。もう副業みたいなもんですよね。しかもこれ、買い物を一切含んでおりませんので、例えば食料品とか日用品とかを購入する際に、 PayPay とかクレジットカードなどのポイント還元がつく決済方法で買い物をすれば、そこに上乗せしてポイントをさらにさらにさらに稼ぐことができてしまいますので、これはあくまで最低限の獲得ポイントなんですよ。ここに上乗せをすることができますので、まだまだポイントはね、皆さん稼ぐことができます。ではまずは割合が高い証券即売りの3050ポイントから見ていきたいと思います。月の合計のうちの3分の1を占める証券即売りとは一体何なのか見ていきましょう。それがこちら、一発でドンというわけではなくて、いろんな証券会社で即売りをすることで固まったのが3050ポイントということになります。これ一個一個口座開設とか、あとはクレジットカードを作ったりとか、まあ、それこそ何日に証券が自動的に買われるから、じゃあすぐに売る手続きをするかとか管理するの結構大変です。最初のうちは特に大変なんですけれども、慣れるとね、ルーティン化して、あーそろそろあれの時期かなみたいな感じで慣れていきます。そうするとね、3050ポイント今の段階だと貯めることができます。楽天証券とか SBI 証券、コネクトは大和コネクト証券ですね、株コムは au 株コム証券、積木証券、セゾンポケット、マネックス証券、ペイペイ証券、とりあえず還元率の高い証券から始めることをお勧めします。この中だと au 株コム証券、 SBI 証券はこれ年会費無料にできるクレカではあるんですけど、ちょっと100万円修行っていう手間が発生するんで今回は省きます。あとはマネックス証券、ここあたりがいいですね。 PayPay 証券はこれ600ポイントって書いてあるんですけれども、あくまでこれは10万円に対しての、まあ、600ポイントなんで、実質的な還元率はね、マネックス証券よりは下になってしまいます。でまずね、楽天証券からなんですけれども、ノーマルカードの場合は250ポイントを獲得することができます。ゴールドカードだと 0.75%、 楽天プレミアムカードだと 1% になるんで500ポイントもらえるんですけれども、まあ、あくまでねポイント獲得が目的なのであれば、年会費が無料の楽天カードで十分ですね。プレミアムカードにする必要は一切ございません。で続きまして SBI 証券なんですけれども、これはね、真ん中のゴールドカードを年会費永年無料にすることができれば500ポイントを獲得することができるようになりますが、ノーマルカード左の場合ですと 0.5% 還元になるんで250ポイントということになります。で右ね、 5% 還元っていうめちゃくちゃすごい還元率を誇ってるんですけれども、投資目的だけで購入するのはあまりお勧めしません。例えば年間で60万円投資に積み立てやって、で 5% 還元の恩恵受けると3万ポイント獲得することできるんで、まあめちゃくちゃすごいんですよ。3万ポイント獲得するだけでもすごいんですけど、ただ年会費が3万3000かかるから、ギリギリちょっと年会費分をペイすることができない。だからまあ通常の買い物とかで使ってれば全然余裕で
この年会費を、まあ、取り戻すことはできるんですけれども、投資積み立てだけだとギリギリ達成することができないんで、それであれば年会費無料のオリーブフレキシブルペイゴールドとか三井住友カードゴールドナンバーレスで、まあ、1% 還元にしてしまった方がいいです。ただこの真ん中のゴールドカードに関しては100万円以上1年間で使わないと翌年以降の年会費は無料になりませんので、まあ、100万円以上お買い物をする機会があるとか、あとは何かしらにねチャージするとかでも一応達成することでできるんですけど、まあこの100万円修行って呼ばれる年会費を無料にする方法についても後ほどご紹介していきたいと思います。実はね相性がいいサービスっていうのがあるんですよ。であとはダイワコネクト証券ですね。でこれも一応 1% 還元のカードっていうのはあるんですけれども、この左のセゾンプラチナとかっていうカードは全部年会費かかんですよ。だから年会費を、まあ、ポイントで相殺することは全然できないし、あとは言っちゃ悪いんですけどセゾンプラチナって別にそんなスペック高くないんですよ。それこそさっき紹介したプラチナプリファードとかであれば投信が 5% 還元になったりとかでまだスペック十分高いんですけれども、正直このセゾンプラチナに関しては年会費無料の他社カードの方が全然スペック上だったりするから、まあ、このダイワコネクト証券のためだけに 1% 還元にしたいからって言って年会費をかけてまでカードを手に入れる必要はありません。とりあえず真ん中のねセゾンカードで十分ですね。でセゾンはねアメックスの場合だと結構いいことありまして、これ定期的にイベント組んですよ。この動画撮ってる段階ですと実はと何だっけ東宝シネマ、映画館の東宝シネマとトイザラスで 30% 還元っていうキャンペーンやってるんですよ。だから毎月中頃になると、まあ、このように2つずつ新しいキャンペーンっていうのが始まります。だからダイワコネクト証券の目的でセゾンカードを発行するっていう場合はアメックスブランドにしておくとこのセゾンのイベントに定期的に参加することができます。これビザとかマスターだとね残念ながら参加することできないんですけど、アメックスにしておけば、しかもこれねカード1枚ごとに参加することができるんで、例えばこの真ん中のスターバックスカードなんかもしもセゾンアメックスカード5枚持っていればキャッシュバックの還元がね1枚につき500円までなんで2500円まで増大したりするんで、結構これおすすめでございます。普段使いにもねかなりいいです。で au 株コム証券だと500ポイントもらえて、これはさっきのこの SBI 証券と違って特に何のトリックを使う必要もなく、もうそのまま普通にノーマルカードを発行してノーマルカードで積み立てれば500ポイントもらえてしまうっていう、これいいですよね。しかもゴールドカードも 1% 還元だからノーマルカードとゴールドカードの価値がねほぼ一緒なんですよ。でしかも一応 au ペイカードは年会費かかるっちゃかかるんですよ。1回でも使わないと年会費がかかってしまうっていう仕組みなんですけど、別に株コン証券で毎月即売りっていうのをやってればそれだけで使ったっていう風にカウントされるので年会費は実質無料にすることができます。で積み木証券なんですけれども、まあ積み木証券はちょっと仕組みが複雑でございまして、1年目だと 0.1% 還元しかつかなくて、あくまで 0.5% 還元するにはもう5年以上使い続ける必要があるんでちょっとここ厄介なんですけれども、ただ積み木証券に関してはエポスカードの100万円修行とかに使ったりすることできるんで、まあ還元率っていうよりかはエポスカードの修行100万円修行目的で使うっていう方がおすすめでございます。まあ、この100万円修行とは何かについては、まあ、だいぶ過去の動画にはなってしまうんですけれども、昔ねエポスカードの動画を上げておりますのでそちらを見ていただければ分かりやすいかなというふうに思います。あとはセゾンポケットが、まあなんかこれ昔は 0.1% くらいしかもらえなかったんですけど1年前ぐらいから 0.5% 還元になってくれたということで、これもかなり使いやすくなりました。だからダイワコネクトと組み合わせることによってセゾンカードの例えばなんかゴールドカードを手に入れるために買い物をするんじゃなくて投信積み立てで毎月5万5万で合計10万円ずつ投信を購入しておけば、まあ、それだけでねお買い物実績になってゴールドカードのね招待が来たりするんで、セゾンポケットとダイワコネクトはめちゃくちゃ相性がいいんですよね。であとはマネックス証券だと他の証券会社と違って 1.1% 還元なんですよ。これめちゃくちゃいいんですけれども、ただ証券即売りに使える国債ベースの投資信託っていうのが今現在だと積み立てできないんですよ。
2023年3月1日で終了しちゃってるんで、それよりも前に設定していた方っていうのはこの国債ベースで投資信託を売り買いっていうのはできるんですけれども、それ以降だとちょっとできないっていうのが残念ですね。結局のところ国債っていうのは値動きが非常に少ないっていう特徴がございますので、その性質を利用して投資信託は国債ベースのものを購入して積み立てたら、とりあえず値動きする前に売っ払っちゃうと。そうすることによって利益は出ないけれどもポイントだけタダ取りできるっていう、まあそういうちょっとね禁断の裏技っていうのがあるんですけど、マネックス証券はちょっとそれが封じ込められてます。で最後ペイペイ証券ですね。ペイペイ証券はちょっと不思議な還元率で、クレジットカードの積み立てですと 0.7% 還元になりますと、でペイペイ残高だと 0.5% になりますということで、まあ合計するとね、まあ大体還元率は 0.6% ぐらいになりますと。まあ、ただね10万円分投資ができるので結構これもありがたいです。私はちょこちょこ使わせてもらってるんですけど、ただペイペイ証券の場合ですと、さっきのマネックス証券と同様なんですけど、ちょっとね国際ベースの投資信託が買えないんで、ちょっとねペイペイ証券もね攻略難易度っていうのは他の投資信託とか他のクレカ積み立てと比べるとちょっと難易度が高かったりするので、優先度は正直低いかなっていうふうに思います。はい、じゃあということで証券即売りは以上でございますが、じゃあね続きまして、このイデアとかメルカードとかなかなか聞いたことないような単語が出てきているんですけれども、まあ、こちらとあとファミペイあたりをご解説していこうかなと思います。でメルカードですね、まあ CM でやっているから一度は聞いたことあるかもしれないんですけど、1年ほど前にできたメルカリが発行しているカードで、そう坂井雅人とあと長澤まさみがトクトクとかって言って CM しているのを YouTube の広告とかでも一時期流れていたんで知ってるかと思うんですけれども、メルカードってメルカリで使うと確かにお得なんですけど、実は8日毎月8のつく日ではないか、毎月8日ですねに買い物をするとプラス 8% 還元になって 9% 還元になるんですよ。メルカードが 9% 還元になるっていう結構ぶっ壊れな還元率を誇ります。ただ上限が300ポイントまでなんで、3750円までが対象になるんですけれども、こちらプリペイドカードとかのチャージも対象になっておりますので、別に3750円何か買い物をしないといけないっていうわけじゃなくて、ぴったりこの金額をイデアなどのプリペイドカードにチャージをしておくことによってポイントだけタダ取りすることができます。お金はそのまま右から左に移し替えただけでポイントだけをタダ取りできるということで、これ結構ね私もメルカード持ってるんですけれども重宝しております。ザクザクポイントを貯めることができます。そしてじゃあこのイデアって何ですかっていうところなんですけれども、まあイデアね結構この中でもポイントをそれなりに獲得していますね。この駿河銀行とか銀行送金並みにこのポイントを獲得できる、この1667ポイントをどういうふうに獲得することができるのか、これね一番コスパいいです。これ何かっていうとプリペイドカードなんですけれども、この残高のうち年利 2% で運用してくれるんですよ。で運用って聞くと元本が減るリスク、それこそ残高が減る危険があるっていうふうに思われがちなんですけれども、銀行の預金金利みたいなイメージで OK です。これが 2% 還元でボーナスとしてもらえるんですよ。なので上限の100万円を入金しておくことで年間2万ポイントなので、月に換算すると1667ポイントずつ12回に分けてボーナスとしてもらうことができるというわけなんですよね。これすごいですよね。だから残高を100万円にしておけばもうそれだけでね勝手に年間で2万ポイントもらうことができるというわけなんですよ。でここの SBI 証券のクレカ積み立ての際に言ったんですけど、真ん中のゴールドカードを年会費無料にするために100万円どういうふうに使えばいいかっていうと、実はこのイデアに100万円チャージするだけでまず100万円主義を達成することができて、なおかつイデアからさらに年利 2% で勝手に運用してくれるっていうことで、これすごいですよね。しかもクレジットカードの還元率、だからそれこそさっきのメルカードに関しても還元のポイントを受け取りつつ、イデアっていうプリペイドカードの方からも1667ポイントがもらえてしまうと
いうわけなんですよね。ただし、この一見すごそうに見えるプリペイドカードも注意点がございまして、ずっと100万円を残高として保有し続ければいいっていうわけじゃなくて、これボーナス付与条件と保有残高っていうものがございまして、ボーナス付与っていうのは当月の入金額の 20% を条件にしていますっていう記載があるんですよ。これどういうことかっていうと、月に1667ポイントもらいたい場合っていうのは、残高にちょっとね枠を作っておかないといけなくて、あくまでこのボーナスを付与されるためには入金の手続きが必要になるっていうことで、じゃあいくら入れればいいかっていうと8335円、これを入れておけばとりあえずマックスのポイントをもらうことができますと。だから100万円で放置するのではなくて、8335円を何かしらにちょっと使わないといけない。で、その分空いた8335円をクレジットカードからまた入金することによってポイントをもらい続けるっていうことで、ちょっとここだけね注意点が必要となっております。ちなみに B43 っていうプリペイドカードもございまして、ちょっとこれ珍しいんですけれども、プリペイドカードからプリペイドカードにねお金をまた移すこともできますので、そういう方法を使えば B43 っていうプリペイドカードに移った残高の方を優先的に使うようにして、イデアはできるだけ100万円の残高をキープするようにしておけば年間で2万ポイントももらえてしまうというお得になっております。ただですね、この現金と違ってもしかしたらこの 2% 還元っていうのをいきなり終了するかもしれないし、このプリペイドカードの発行会社が倒産してちょっとめんどくさい思いをするっていうリスクはあるっていうことは頭に入れておいてください。ただ私はそのリスクよりもリターンの方が大きいなと思っておりますので活用しております。でね、一番上にありましたファミペイってなんじゃいっていう話なんですけど、これファミリーマートが運営している決済アプリなんですけれども、このファミペイバーチャルカードっていうところにチャージをするとですね、なんと400ポイントもらえてしまうというわけでございます。これどういうことかと、400じゃない、これ500だな、すいません間違えました、これ500ポイント上限でもらうことができます。でどういう風にすればいいかっていうと、さっきのイデアみたいなプリペイドカードにチャージすればいいか、それこそお金を移せばいいっていうわけではなくて、こちらのプリペイドカードはほとんどは対象外になってしまっておりますので、この 4% 還元を受け取るために、じゃあファミペイバーチャルカードからプリペイドカードにお金を移してポイントだけタードリしようっていう、さっきのこのメルカードみたいな方法っていうのは使えないんで、とりあえずアマゾンギフトでいいかなと思います。アマゾンギフトにチャージをしておけば、まあ、好きなタイミングでねアマゾンでお買い物をする際に使ったりとか、あとはアマゾンペイっていうサービスも一応ありまして、これでね国税とかの税金払ったりとか、あとはなんかのネット決済とかに使えたりする。私はね個人的な趣味なんですけれども、仮面ライダーが大好きなんで、まあ、大人用のね仮面ライダーの変身ベルトを購入する際にアマゾンの残高を使ってちょっと高額なお買い物をしたり、まあアマゾン貯金なんて私は呼んでるんですけれども、ファミペイでとりあえずアマゾンギフトにチャージをしておいて、で月に500円分のポイントを、まあ、獲得しつつ、まあ使う時になったら使うぐらいでいいかなと。で上限500ポイントで 4% 還元になりますので、 12,500 円を毎月チャージする必要がございます。まあ、一応このファミペイが 0.5% 還元なんで 12,600 円、私は毎回チャージをするようにはしておりますが、まあこれ結構ねお得なキャンペーンではございますが、ただね4と14と24っていうこの3日間、毎月3日間限定となっております。メルカードに関してもね毎月1回しか開催されないんで、ちょっとこのね特定の日っていうのは逃さないようにしておきましょうと。では最後に、駿河銀行で1815ポイント手に入れる方法、銀行自動送金で1840ポイント獲得する方法についてなんですけれども、
実はこの2つすでに動画を撮っておりますので、もしも具体的な詳細を知りたい方は概要欄にリンク貼っておりますので、こちらを見ていただければと思います。今回はもうすでにねこのように動画を作っておりますので、軽く流すような上辺だけをすくい取るような感じで解説していきたいと思います。ではね、こちらの銀行口座で稼ぐ方法についてなんですけれども、まあ、現金はねそんなに入れなくていいです。ただそれは手動で頑張る場合です。自動送金する場合はこの第一生命ネオバンクと T ネオバンク、そして SBI 新生銀行、まあ、こちらでポイントを獲得するために合計で55万円ないときついですと。まあ、ただ手動であれば1万円さえ手元にあれば、まあ、ちょっとめんどくさいんですけれどもできますということで、楽だけれどもお金かかるか、それとも大変だけれども少額で済むか、まあ、どちらかをねぜひ選んでいただければと思います。じゃあね、自動でやる場合はどうすればいいかっていうと、まあ、このように設定できれば最適ですね。どういうことかと言いますと、まずね第一生命ネオバンクと T ネオバンクっていうのが他行からの振り込みで20ポイント獲得することができますと。だから他の銀行口座からもうとにかく振り込みまくると。でこの第一生命ネオバンクとか T ネオバンクにお金をたくさん振り込むことによってポイントを稼ぐという仕組みでございます。なぜこのようなことをするかっていうと、 T ネオバンクと第一生命ネオバンクっていうのはこの他行からの振り込み1件につき20ポイントで、上限が25件までなので500ポイントがマックスとなります。でこれが2つの口座分あるということで、月にね1000ポイントなんと稼いでしまうということで、銀行口座だけで1000ポイント稼げるってなかなかすごいですよね。で特に駿河銀行に関してはこのようにね右にあるんですけれども、月に10回まで送金が無料となっております。この星4っていうねランクに設定しないといけないっていう難点はあるんですけれども、この定期振込予約サービス、まあ、自動送金ですね、これが設定できますので、まあ、このようにね星4を達成することができれば、もうこの手間っていうのもかなり省くことができますと。条件非常に良くてね、円預金で20万円以上残高があれば四つ星になるんで、すごい楽です。なんか駿河銀行の場合はね、もう私はちょっと成り行きで口座2つ持ってるんですけれども、まあ、1口座あたり月に10回送金できますので、2口座持ってる私はね20件これで達成することができます。あとは楽天銀行も自動送金対応していまして、そう、実は自動送金に対応している銀行口座って少ないんですよね。ね、楽天銀行の場合はね、しかも他行からの振り込みで3ポイント1回につきもらうことができてしまいますので、この楽天銀行から住信 SBI のネオバンクに流した分のお金っていうのをネオバンクから楽天銀行に差し戻すことができれば、この取引件数っていうのをお互いに稼ぐことができるんですよ。で、しかも楽天の場合は残高にお金なくても取引件数っていうのが20件とか30件あれば VIP 会員とかになったりすることできて、で VIP をとりあえず目指せれば他行振込手数料っていうのも3回無料になりますと。で自動送金も対応しているから3回分ねこのネオバンクに振込っていうのを自動化させることができますと。ね、スーパービップになってもね、ビップになってもそんなに大差ないから、まあビップ目指すので十分かなというふうに思います。だから楽天銀行と駿河銀行で、とりあえずこのネオバンクにガンガンお金を入れることができますと。ただ、やはりどうしても合計50件っていうのを銀行口座だけで達成するっていうのは難しい。自動送金だけっていうのは正直厳しいところがありますので、残りの分はこの SBI 新生銀行で賄うことを強くお勧めします。この SBI 新生銀行っていうのもなかなか素晴らしくて、このダイヤモンド会員っていうのになれればなんと月50回の送金手数料が無料なんですよ。50回ですよ。だから最悪この SBI 新生銀行だけでやり取りするっていうのも全然ありなんですよ。だからもしもそのお金がねそんなに手元にありませんっていう場合は、このように SBI 新生銀行と楽天銀行だけでこのポイ活をするっていうのも
全然ありなんですよ。ほとんどは SBI 新生銀行に任せて、で楽天銀行は、まあ、とりあえずネオバンクから自動送金をしてもらってポイントを稼ぎつつっていう、まあ、こういう風にやればね、まあ、結構効率が良くなったりしますということで、この SBI 新生銀行なんですけれども、こちらも一応特典というものはございまして、この振込入金が1件につき50円で、月最大で250円なんで、月5回ですね、5回振り込みがあれば、もうこれだけでもね250ポイント稼ぐことはできてしまいますので、あくまでこの SBI 新生銀行っていうのは送金だけじゃなくて、逆に送金を受けることによって楽天銀行のようにねポイントを稼ぐことができてしまいますね。ポツンといるね左上の住信 SBI ネット銀行なんですけれども、まあこちらに関してはとりあえずこのネオバンクの方で、例えばねこの賄いきれなかった時用に一応まあ保険として持っておくのがいいかなと思っていて、この SBI ネット銀行だとランク3を狙えばとりあえず手数料というのは10回まで無料になりますよと、でさらにこのランク3を達成するためには外貨積立と SBI ハイブリッド預金と純金積立が必要なんですけど、 SBI ハイブリッド預金っていうのは SBI 証券の口座に残高があれば十分と、で外貨預金と純金積立に関してはちょうどねポイントももらうことができるので一石二鳥でね、で定額自動入金っていうのは、まあ、一回設定してしまえば OK なので、まあ、ポイントをもらいつつ、まあ、保険としてね住信 SBI ネット銀行用意できんだけれども、やっぱりメインはね T ネオバンクとか第一ネオバンクにはなってしまいます。でちょっと解説忘れてたんですけど、これ振込件数1件につき20ポイントとはあるんですけれども、1万円以上じゃないとワンカウントされません。なので1円でいいじゃんっつって1円だけホイ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 入れてても、あの全然1件ってカウントされませんので、これだけはご注意くださいと。であとは AU 自分銀行ですね、まあ、こちらなんですけれども、 AU 自分銀行に関してはプレミアムっていうステージに行くことができれば、なんとねポイントがね15倍になって1回の件数で15ポイントもらえて、最大でね180ポイントを月にもらうことができます。特におすすめなのは一番下のキャッシュレス決済ですね。これを AU Pay に手動でね1万円ごとにバン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 チャージをして、で次の日になると自動払い戻し機能っていうのを設定していれば返ってくるんですよ。だからお金をやり取りするだけでこの15ポイントで合計180ポイントがをもらうことができてしまいますと。でこのプレミアム達成するのもそんなに難しくはありませんので、この ④ のエンタメを除いた入金口座振替キャッシュレス決済資産運用残高、まあ、残高ちょっとこれは気をつけないといけないですね。なんか49万円しかなかったとかってなったら、これ残高達成したことにならなくてゴールド会員になっちゃうから、ちょっとここだけは気をつけたいですね。でこの AU 自分銀行というこのね自動入金サービスっていうのもあって、これがね結構ねこの後紹介する駿河銀行と相性が良かったりしますと。であとは三井住友銀行オリーブで給与受け取りをすると20ポイントもらえてしまいますと。ただこれは会社からお給料受け取らなくても、別に2ヶ月連続で一度に3万円以上の入金があれば、それでね給与受け取りってみなされるので、まあ、さっき紹介したねこの住信 SBI ネット銀行とかで三井住友銀行に入金を3万円以上の入金をするだけでなんとポイントがもらえてしまうっていうことで、ちょっとこれはもう本当にグレーに近い裏技かなとは思うんですけれども、このような方法を使えばとりあえずね銀行送金では1840ポイントというのを稼ぐことはできます。では続きまして、こちらの動画で詳しく解説しているんですけれども、駿河銀行で1815ポイント手に入れる方法について軽くですけれども解説していきたいと思います。まず駿河銀行の最大の凄さはこちらの G ポイントでございます。この G ポイント、なんと上限というものがございません。先ほどの銀行送金ではネオバンクの条件は500円までとかいろいろ制限があったんですけれども、この G ポイントクラブは上限一切ございませんので、青天井でポイントを獲得することができてしまいます。しかも6件目以降は1件につき10ポイントももらえてしまいますので、かなりポイントがザクザク溜まって、
しかもさらに1件あたり150円以上であればプレゼントの対象になりますと。だから少額でも全然 OK っていうことでポイントが稼ぎやすいです。じゃあどういう風に稼ぐかっていうと、まあ、このような仕組み作りができればかなりいいですね。まずは左上から、これがネット銀行からの自動引き落としで、右下もまあネオバンク、住信 SBI のまあ支店であるネオバンクの自動引き落とし、で左下が au 株コム証券で証券自動買い付けですね。で最後右上が Amazon のマークあるんですけれども、これをクレジットカードと紐付けて、まあ、Amazon ギフトを大量に買うっていう方法でございます。じゃあね、軽く見ていくんですけど、まず自動引き落としですね。この自動引き落としに対応しているネット銀行から駿河銀行と紐付けることによって、まあ、勝手にねお金っていうのをピッピピッピ抜いてくれるわけなんですよ。例えばどういった機能なのかっていうと、この他の銀行口座から勝手にねお金を引き抜いて入金してくれるっていうサービスなんですけれども、まあ、クレカ支払いがね集中する月末の27日よりかは毎月5日のこの月の頭にこういった設定をしておけば、まあお金にそんなに困ることはないかなと。でどの銀行口座でも一応5回までが対象となっておりますので、5回以上に関しては自動入金の対象外となってしまいます。で au 自分銀行、さっきちらっとお見せしたんですけれども、この au 自分銀行もこの自動入金に対応しておりますと。でイオン銀行、これがねちょっと立ちが悪いんですけれども、確かに自動入金に対応しているんですけれども、入金した後に駿河銀行にお金を戻すっていう手続きも必要なんですよね。なのでこのイオン銀行の場合っていうのは、他行振込手数料っていうのが最初ブロンズステージなんで無料回数0回なんですよね。だからどうしてもシルバーステージに持っていく必要っていうのがあるんですけど、じゃあどうすればいいかっていうと、まあ、このようにイオンカード発行して、そのイオンカードをイオンゴールドカードにするだけで40点獲得することができます。最後このイオンカードを使うことによって10点獲得することできるんですけれども、いやお買い物必要なんかやめんどくさいなって思った方もしかしたらいると思いますが、そこはご安心ください。この駿河銀行でポイントを獲得するために、まあ、とあることをするだけで、なんとねこのイオンのシルバーステージに達することができて、なおかつねお買い物も非常に楽々に達成することができてしまいます。でペイペイもちょっと一筋縄ではいかないんですよね。ペイペイ銀行も自動入金サービスあるんですけれども、通常であれば他の金融機関にね145円入金するのに手数料かかるんですよね。でさらに3000万円以上あれば手数料優遇しますよなんて言ってるんですけれども、そんなもん誰も達成できないだろうと。そもそも3000万円以上あったら金利が低いペイペイ銀行よりも au 自分銀行の方が金利 0.2% なんで、そっちに入れた方がいいです。じゃあどうすればいいかっていうと、迂回で入金すれば OK です。三井住友銀行、さっきね給与受け取りのために三井住友銀行おすすめですよって言ったんですけれども、それだけじゃなくて三井住友銀行に迂回入金させることによって、三井住友から振り込めば手数料無料になるんですよね。まずペイペイ銀行から三井住友銀行の振り込みが無料になると。で三井住友も確か3回までだったら振り込み手数料無料になるんで、まあ、そのうちの1回を駿河銀行にぶち込めばそれだけで完了でございます。あとはソニー銀行のお任せ入金サービスっていうのもあって、ソニー銀行で対応してることでしょ、これ私知らなかったんですよ最近まで。そうなんだっていうことで、むしろ私これだけ持ってないんでソニー銀行作っちゃおうかななんていうふうに思いました。でちなみにさっき言った三井住友銀行オリーブの凄さっていうのは、この入金の迂回入金とか、あと給与ポイントもらうためだけじゃなくて、他にもねいろいろスペック、例えばねクレカの還元率上げたりとかのスペックも高いんで、こちらもね概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひね動画を見ていただければと思います。でまあ合計でねこれ225ポイントもらうことができます。この時ちょっとね計算した時はまだ駿河銀行じゃねえ、あのソニー銀行の存在を知らなかったから175ポイントって書いたんですけれども、まあ225ポイントですね加えるともらえますと。でネオバンク、これが現在ですと確かね75件まで登録することができますと。このネオバンクが15個あるのかな、確か JAL ネオバンクとか T ネオバンクとかヤマダネオバンクとかっていうのがあって、まあ、それぞれね
一つの支店につき5回自動入金の枠がありますので、まあ、T ネオバンクとかだったらもちろんね、開設する価値はあるんで、まあ全部をね、駿河銀行のために開設するのはあんまおすすめしないんですけれども、まあ、JAL ネオバンクとかは山田ネオバンクって言ったような、まあ、それなりにいろいろキャンペーンやってるようなところであれば、まあ、作る価値十分あるかなと思いますので、まあ、これを機にね、駿河銀行とも、せっかくね、口座を作ったんだったら、駿河銀行と紐付けて自動入金をさせておくと、さらにポイントをたくさん獲得することができます。で、au 株コム証券。まあ、こちらね、ちょっと投資になってしまうんですけれども、au 株コム証券で毎日積み立てっていうのをやるんですよ。そうすることで150円ずつ投資信託を積み立て購入することによって、駿河銀行で何気にポイントを獲得することができますと。で、設定方法は非常に簡単で、とりあえず何でもいいんで投資信託、まあ、全世界株式オールカントリーとか S&P500 あたりでいいかなと思うんですけれども、150円の積み立て注文をして、決済方法は自動引き落としにしてください。これお預かり金とかにしてしまうと、駿河銀行からね、引き落とされなくなんで、自動引き落としにしてください。で、ただ投資信託の購入って平日にしか行われないから、この土日のような日っていうのは月曜に一気に行ってしまうと。月曜にまとめて購入されてしまうんで、まあ、実質、まあ、平日20日稼働と考えたら、まあ、200ポイント。1日につき10ポイントもらえて200ポイントもらえるのかなと。ただ、31日分の注文っていうのはしてるから 150×31 で、まあ、大体 4.3% ぐらいの還元率になるかなということで、さらにそこからね、投資でお金が増えたら万々歳ですよね。なので、このように、1日2日3日4日5日っていう風にこの履歴とかを見て設定されていれば錬金術が可能となりますと。最後ね、アマゾンです。アマゾンどういうことかと言いますと、これアマギフを購入すればいいんですよ。アマギフっていうのが100円から購入することできるんで、150円分クレカ1枚につき150円ずつアマギフにチャージをしていくっていうのがおすすめでございます。で、ここでイオンミニオンズって、まあ、こう、私の持ってるクレカなんですけれども、こういったイオンカードですね。イオンカードのシルバーランクに行くための、この買い物、口座振替金額1円から2万円未満で10点。この点数稼ぎに、実はここが紐づいてくんですよ。じゃあ何の買い物すればいいかっていうと、このアマゾンでの口座引き落としをするためのアマギフ購入をやることによって、まずクレカから150円引き落とされるから、駿河銀行で10ポイント手に入りますと。さらにイオンの銀行に関しても10点加算されて、このシルバーステージに達成することができるということで、一石二鳥なんですよね。アマギフ買っただけで2つも要件を達成することができるので、かなりおすすめでございます。だからクレジットカードの数だけアマギフっていうのをチャージできますので、私だとね、だいたい20枚ぐらいカード持っているんですけども、20件達成することができます。もしもね、100枚クレカ持っているなんていう化け物みたいな方がいたら、もうそれだけでね、100件達成することできますので、とりあえずね、このアマギフ購入するだけで、もう引き落としがね、もうクレカの枚数だけもう無限にチャージができるというわけでございます。さらにちょっと番外編ですね。番外編なんですけれども、まずペイペイにチャージを100回すると500ポイントもらえますと。キャッシュレス決済へのチャージで1回につき5円もらえるんですけれども、最大で500円なので、100回チャージするとこのマックスの500円を達成することができるんですけれども、さっきねペイペイ銀行で紹介しました通り、このペイペイはね、それこそペイペイからペイペイ銀行っていうのは出金手数料無料でお金っていうのを流すことができるんですけど、ペイペイ銀行もこの三井住友銀行を迂回して駿河銀行に戻せば、まあ、これもね、完全お金を順繰りさせることでぐるっと回転させることによって、ただで500円をもらうことができてしまいます。まあ、そこにね加えて、この動画でちらっと紹介しているあのペイペイ証券、この残高を使ってペイペイ証券を買うっていうのも全然ありでございます。で、あとはね、各ネット証券の引き落とし、 SBI とマネックスとダイワコネクト、それぞれね、ちょっと1件ずつしか設定できないんですけど、合計3件この自動入金っていうのに、対応しておりますので、これで3件獲得することができますと。で、あとは給与受け取りですね。
この会社からのお給料っていうのを受け取ると毎月50ポイント。ね、この給与受け取りに関しては、まあ、いろんなネット銀行でポイントもらえますよっていうキャンペーンやってるんですけれども、ダントツで駿河銀行が高いですね。まあ三井住友銀行の200ポイントを入れちゃうと確かにそっちの方が高いんですけど、あっちは別に会社から給料受け取る必要ないから、その会社から給料受け取る必要がある、ね、まあ、銀行の中では駿河銀行が一番ポイント稼げるかなっていうふうに思いますね。で最後溜まった G ポイントっていうのは結構いろんなポイントに同レートで交換できるんですよ。1ポイント1円で交換することできるんで結構いいですね。ただ右下の、全国金融機関、これ一見すると現金化ができているんでいいじゃんって思われがちなんですけれども、ただこれ交換手数料かかるから絶対やめてください。これやるんだったら LINE ポイントとかポンタポイントっていった交換手数料がかからない1レート1円で交換できるようなポイントで交換してから現金化させた方が断然お得でございます。だから右下の全国金融機関っていうのはもう絶対に交換しないでください。確かね 0.8 掛けされちゃうんですよね。だから100ポイント交換しようとしたら80ポイントになっちゃうみたいな、ちょっと損してしまうので、ここは気をつけてください。ということで以上駿河銀行のポイ活情報でございました。はい、ということで動画めちゃくちゃ長くなったんですけれども以上でございます。おさらいしますと、ファミペイで500ポイント、駿河銀行で1815ポイント、au 自分銀行180ポイント、三井住友オリーブ200ポイント、銀行送金1840ポイント、メルカード300ポイント、イデア1667ポイント、証券即売り3050ポイント、1年間で114,624ポイント獲得できるというわけでございます。しかもこれ、送金系なんで、あくまでクレジットチャージって言ってるけれども、プリペイドカードにお金移すだけだから、右から左にお金を転がすだけでこんなにポイントがもらえてしまうっていうことって、もうこれは錬金術ですよね。令和の錬金術と言っても過言ではないかなと思います。でこれに加えてね、お買い物とかでポイントを獲得することができれば、もしかしたらね1年間で20万ポイントとかも夢ではないかもしれません。それこそね、 T ポイントありますかとか、ドコモのポイントカード持ってますかとか、そういったこのポイントカードを提示するっていうようなものも一切含んでおりませんので、これよりも全然皆さんポイントを獲得できる可能性は十分にありますよということで、ちなみにお買い物で今回紹介しなかったんですけれども、一番おすすめなのが LINE Pay で買い物をするということでございます。こちらもね、私毎月やっているんですけれども、500ポイントもらうことができます。なんと LINE Pay で LINE Pay クレカっていうのを紐付けておくことによって LINE ポイントを 5% 還元、上限はね500ポイントまでなんですけれども、1万円分のお買い物はこの LINE Pay で済ませるようにしております。そうすることによってね、5% 還元ってめちゃくちゃ高還元率でお買い物ができてしまいますと。でさらに LINE Pay って PayPay と、まあ、実質同じ会社なんですよ。 Z ホールディングスが運営してるんで、 PayPay が使えるお店であれば LINE Pay でも決済が可能なんで、 PayPay って皆さんご存知の通り使える店めちゃくちゃ多いですよね。だから LINE Pay もそれだけ使える店が、まあ、たまになんかなぜか対応してなかったりする店あるんですけれども、まあ、ほとんどは LINE Pay 対応しておりますので、かなり汎用性が高く、しかもお買い物をする際にね、とても還元率も高くておすすめとなっておりますので、ちょっとこのね、今回はあくまでお買い物を除いたっていうことで紹介したんですけれども、もしもね買い物を含めるんだったら、まず LINE Pay は絶対に入れたいなって。まあ、他にもいっぱいあるんですけどね、外為カードとかって言って 3% 還元のクレカとかあったりするんですけれども、まあ、ちょっとそこはおいおいまたご紹介していきたいと思います。じゃあということで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。 Twitter、TikTok もやっております。動画の概要欄に貼ってありますのでぜひ見に来てください。 Twitter ではね、こういったポイ活情報というのを日々発信しております。それこそね、期間限定のキャンペーンというのもたくさんございまして、今回はねそういった期間限定キャンペーンは紹介しないんですけれども、こういった限定キャンペーンっていうのもしっかりと情報をキャッチして、ポイントキャッシュバックの恩恵を受けることができれば、さらにね皆さんポイントというのをザクザク稼ぐことができます。情報はやはりツイッターがね一番主流で多く集まってきますので、私のね
アカウントをフォローしていただければ、そういった情報というのを自分から探しに行かなくても勝手に入ってくるのでおすすめでございます。ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。 TikTok もやっております。 YouTube ショートでは公開できなかった、まあ、ちょっと NG シーンではないんですけれども、 YouTube ショートだとカットしてしまった情報というのもいろいろ更新しておりますので、かなりねショートに比べて YouTube に比べてボリュームが大きい動画内容となっております。業務連絡土日で7本動画を作りました。疲れた疲れます。本当にこれ年末年始が近いから、そうなると年末年始って里に帰ったりするから動画撮れなくなったりとか、あと株式市場が閉まったり、こういったさっき紹介したね、あのポイント還元やってるような会社さんとかもお休みになっちゃったりするから、まあその分情報というのが遮断されるわけですよ。だから情報遮断されるってことはネタがなくなるわけですよ。まあ、それがきついんで、まあ、今のうちにね、ちょっと動画をね、ストックしているっていうわけなんですけれども、土日で7本も動画を作ってしまいました。いやー、疲れる。本当に一人でこうやって動画作るの、マジで疲れます。この錬金術チャンネルでは誰も教えてくれない人生が好転するお金の情報というのを日々更新しております。もしも興味がある方はぜひ、他の動画を見てチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ということで、今回は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。